ちょい見せメイキング。小説を書かれるでしょ、うん、小説書かれるときになんかこう物語考えたりとか、そういうときにこういう旅行に行ってとかそういうに考えたりするときもあるんですか、時間で。あんまりそういうことはしなくて、うん、喫茶店に行って。喫茶店、はい、喫茶店に行って人の話をずっと盗み聞きしてます。何してんすかそれ盗み聞きしてそこから物語が浮かんでくるんですか、はい、そうですね、なんか皆さん様々な人生の話をされてるので、うん、喫茶店が一番作業がはかどるなと思います、でも松井さんからしてほら、シゲもう10年書いてるから、はい、やっぱどういう風に見えて。いやもう尊敬する憧れの先輩です。いやいやいや先生ですか。もう先生ですね。ああそりゃそりゃもうね、忙しいのにちゃんとコンスタントに作品を発表してて、でそれがちゃんと認められているっていうのが本当にすごいなと思うんです、うん、そうか、はい、今何冊ぐらい。私は今小説は2冊出しました。あそうなんですね。それもずっと続けていきたいなみたいな感じな。続けていきたいなと思ってます。すごいな。シゲが何冊書いたんだっけ。もうその小説だけで言ったら 6? すごい。 6か。すごい。でももう他の連載が凄まじいもんね、まあ、短編とかねそういうのもあると、うん、もっと数は、うん、喫茶店で人の話を聞いての思い浮かぶっていう感覚は何か分かるとこある。俺は、うん、あんまり自分の中からやっちゃうけど、うん、多いですよそういう人も。あ、作家さんで喫茶店行く人も多いし、うん、ネタ書く人はファミレス行く人も多いし、それはすごいいいんだと思う。喫茶店で書く人いっぱいいるし。一冊書くのにどのくらいですか。もう期間で言ったらじっくり。ものによりますけど、うん、私はなんだかんだいつも1年ぐらいかかっちゃいますね。シゲってどのくらい書くの。最初は1年だったけど、やっぱ今はもう2年とか 2,3 年になってきたかな、さすがに。そうか、そうだよね、最初はね。小山さんは加藤さんの小説読んだことあるんですか。あ、もちろん。あ、全部読んでるんじゃない。全部読んでますよ。すごい。で、僕はいつも本屋で買うんすよ。はい。なんかそれ嬉しくて。はい。その本屋で加藤シゲアキのアイドル欄にないのが嬉しいんですよ。もう小説家の欄にあるから。はい。すげえなと思って。でも一回エッセイが出た時に、はい。ちょっと小山さんアマゾン開いてって言って、僕のエッセイを5冊買わせたことがあります。5冊ね届きました、はい、家に、うん、それは家族の5人浮かんだんで、はい、そう、家族全員に渡してくれっていうことで、うん、まあ、もちろん小山さんのアマゾンですアカウントですけど、そうそう、はい、で甥っ子たちがもうね味を占めて、またシゲの本が出ると来ないねみたいな感じで、だから僕いつも買ってますよ最近。俺言ってないですけど本当に毎回10冊ぐらい買ってるからね俺言ってないけど本当に10冊ぐらい買って、で甥っ子とか家族とか、はい、あと僕の友達、はい、ちょっとシゲ書いてるからさとかっつって、結構甥っ子ね、うん、すごい賢いんですよ小山さんの甥っ子、はい、俺のおかげじゃないかなって本読むの大事ですからねでも初めて小説書いた時に、はい、本屋さんに並んでる時の気持ちなんかどうでした。いやすっごい嬉しかったです、ね、はい、だと思います。だってねずっと今まで行った本屋さんにそんなって自分のが並んでるんだから、はい、嬉しかったです。しかもちゃんと文芸のところに置かれてたので、それもやっぱり嬉しかったです。そうですよね、はい、あとはあれでしょ、平積みされてるから。まあね、だからどの本屋がどこに置くかを把握しちゃうよねあ、そうなんだ。あ、それは君はここに置くのねみたいな。あ、そうなんだ、うん、それはありますね。ありますよね、はい、サインしたのにここに置くんだなんか1週間後ぐらいに行ったらちょっと店の奥側に移されてたりとかする、うん、そうなんですよ。こっちのね売れてるかどうかっていうか、その時のタイミングはあるんだ、はい、まあまあそうか。ガチ勢8人が伝授、大人がハマるプラレールをメイキング。駅再現ガチ勢が、なんか2階に実はとある駅を再現してるので。うわすごい、すごい。 JR 高輪ゲートウェイ駅を再現。目の前に車庫が広がってるっていうところがやっぱり特徴で、鉄道好きだったら絶対行きたい場所になってますね。さらに100分で、この巨大プラレールタワーを作ってみたいと思ってます。総勢11人で全長120メートルの超巨大プラレールタワーをメイキング。名鉄と近鉄がその地下から上に上がってくるんですよ。それをどうしても再現したいっていうだけなんです。これはハマる人いるだろうね。今年になってきたな。めちゃくちゃ早いじゃん。早っ。走ってる。そして一押しの観光列車を今日はご紹介したいなと思って、
松井玲奈一押し観光列車雪月花を疑似乗車体験。今回は特別に雪月花のお弁当を新潟から持ってきていただきました。はい、だんだん新潟の観光列車雪月花、電車に乗らないと食べられないお弁当を食べながら乗車。ゆっくりこう何も考えずに景色を楽しみながら食事もして。言葉にできない、うまい、おいしい。全力メイキング深夜1時10分。